だから手っ取り早い方法は覚えたいことをどんどん音声で吹き込んでいって暇さえあれば聞く。いかにそのスマホによるそのドーパミンの中毒からこう抜け出していくかって、これね受験生にとっては一生のテーマなんよ。あなたは絶対合格できる。どうも岩しおりです。今回はリケジの相談室の動画宛てにコメントで質問をいただいたので、その質問に答えていきたいと思います。その質問がじゃん、勉強したくないけど暗記はしたいっていう、ちょっと面白い質問ですねをいただいたので答えていきたいなと思います。で、この質問には、短期プランと長期プランが私はあるなと思っています。で、短期プランは例えば2週間後にはテストがあって覚えなあかんとか、明日のテストに向けて覚えなあかんとかね、そういう場合。長期プランっていうのは、今高校1年生でちょっと高校3年生の受験期までにはその勉強したくないから勉強したいにこう変えていったりとか、覚えにくいのを覚えやすくしていったりするっていうプラン、結構ねいろいろアイディアあって、今からその言うことをやっていってもらったら確実に暗記していけると思うから、そのまず短期プランもちょっと2週間後に定期テスト控えてるんですけどっていう人向けの話を先にしていきたいなと思います。今日はですね、私の行きつけの白福コーヒーっていうコーヒー屋さんで買ってきたドリップコーヒー、自家焙煎でそのハンドピッキングでね、焼きすぎた豆とか形の悪い豆とかも全部手作業で取り除いた豆で入れてるコーヒーで、めちゃめちゃ香りが良くて、美味しいんですけど、今日はちょっと苦味よりも酸味が強いコーヒーでちょっと、いただいています。みんなも、画面の前のみんなもぜひお手元にあるドリンクとかお菓子とをいただきながら、ぜひ動画をゆるっと見ていただけたらなと思います。まず短期プラン、もう2週間後にテストが迫ってるっていう人向けのプランを紹介すると、これは音声を使うのが超おすすめ。私も実際毎日今つれづれ草っていうのを毎日暗唱していて、なかなかそれをこう覚える時間ってわざわざ取れないんやけど、その暇さえあれば音声を聞くようにしてるのね。例えばこのスマホでその録音をしてるんですけど、つれづれ草の文章をね、これをビニール袋に入れてお風呂に持ち込んだら濡れないからスマホが壊れない。ずっと音を流しておいて、その音に合わせて口ずさんで言っておけば、覚えようとしなくてもそれを100回とか聞いてやってたらね、自然と文章のリズムとかどういう言葉かっていうの入ってくるから、だいたいその耳で聞くだけで8割ぐらいは覚えれるのね。じゃあこう覚えようとする努力なしに、ただ聞いて言ってるだけで8割覚えてると。そしたら最後にその本を見ながら音読して、最後に9割で 100% っていう風に仕上げると、そのつれづれ草の一つの段の文章が完璧に覚えられるみたいな風になっていくと。これを応用すると、自分が苦手な英単語とか、なかなか何回見ても覚えれない単語とかは、そのスマホでも何でもいいから、スマホでピッて押したらすぐ録音できるやんか。それで音声をこう吹き込んでいって、その音声を暇さえあればお風呂の時も歯磨きの時も着替えの時も通学の時も暇さえあれば聞くようにしていけば、かなりたくさんの英単語を反復することができるのね。だから手っ取り早い方法は覚えたいことをどんどん音声で吹き込んでいって、暇さえあれば聞く。で、本当に英単語とかであれば100個ぐらいすぐに10分ぐらいで再生されるから、10分っていう時間があれば100個反復することができるのね。だから勉強したくない、もう教材開きたくない、もうソファーでダラダラしたいって思ってる時でも、ソファーでダラダラしながら音声再生したらさ、英単語流れてくるから、それ何回も繰り返していったら自然と何個か覚えれるでしょ。もう完璧に覚えようと思ったらそれだけでは難しいから、しっかり本で開いて反復していく必要あるけど、8割方は音声だけでいけるからね、それでやってみてほしいと。あと、いかにその自分の気持ちをこう勉強に乗せるか、勉強したくないけど暗記したいっていう時のおすすめは、やっぱゲーム感覚でやることやね。ゲーム感覚、例えば目標を達成するとやったーっていう満足感だって達成感って出てくるやんか。その時にその脳の中でドーパミンっていうのが出てきて、こう自分の感覚をこう気持ちよくしてくれる。で、そのドーパミンを勉強をやることで流すことができたら、自然とその人は勉強をしたい、もっとしたいってなってくるのね。で、ドーパミンっていうのは狩猟採集生活の時代は、その甘いものを食べるとすごいドーパミンが流れるようになったのね。で、当時はそんなめっちゃ甘いものなんてないから、私が今さっきまで食べてたこれチョコアイスとかないから、昔は。でも木の実とかでちょっとでも甘さがあると、それってやっぱ体にこう必要だから、すごいドーパミンが流れるようになってるのね。で、そのドーパミンが流れると体は
もっと欲しい、もっと次の甘いものが食べたいっていう気持ちを湧き立たせて、でさらに次の命をつなぐための食べ物を手に入れるその原動力にしてるわけなんよね。まあ、昔はそんなにこう豊富にその甘いものとかなかったし、食べ物を自分で取らないといけなかったからバランスが良かったんですけど、今はねもう簡単にそのドーパミンを流す素材って手に入ってしまう。甘いものもそうだし、こうスマホでこうなんかいろいろ検索してみてたら、なんかいろんな情報が流れてきて知的欲求が満たされて、スマホゲームとかやったら作業した以上の報酬が返ってきてドーパミン流れるみたいなね。それですごいドーパミンを流せてしまうから、その勉強に行かないよね。だからドーパミンを勉強で流せるようになっていけば自然と勉強したくなるというのがあります。これはちょっと長期プランも入ってるけどね、いかにそのスマホによるそのドーパミンの中毒からこう抜け出していくかって、これね受験生にとっては一生のテーマなんよ。ていうか受験終わっても大学行っても就職してもやっぱそこのドーパミンから抜け出せないと、それ以上の自分の成長ってすごくこうつかみにくくなってしまうから、いかにスマホで安易に手に入る快楽だったり気持ちよさからいかに脱出していくかってすごい大事なのね。そのためには勉強自体をゲーム感覚で楽しめるようになっていけば自然と楽しくなってくると。だから例えば自分のその勉強の達成度合いを分かりやすくこう表にして、例えば1から10まで覚えたらここになんかシール貼るみたいな、11から20まで完璧に覚えたらシール貼るみたいな、でこれをだーって例えば英単語1000個覚えるとしたら1000までのなんか枠を作るじゃないですか。で覚えたところからこうシールを貼るなりサインするなりなんかしていくとね、なんだこう埋まってきた時に人間の中にはゲシュタルトの穴を埋めるっていう感覚があって、こう例えばここはチェックついた、ここもチェックついたってなったら、この間を埋めたいっていう衝動があるんですよね、人間の中に。このゲシュタルト その穴を埋めたいっていうその欲求をその生かして、この列全部埋めたんねんって言って自分のモチベーションが上がると自然と単語を覚えることができたり知識を覚えることができる。でそれが全部覚えきって埋まったってなった時にすごいたくさん そのドーパミンが流れるから、よっしゃ覚えたってなって、もっとじゃあ覚えるぞって次のモチベーションにもつながっていくんよね。そういう風に受験勉強していく時って自分の体をいかによく活かすかってすごく大事やから、体と心ってすごく密接に関わってるし、受験勉強と自分の体っていうのもすっごい関わってるから、こう勉強する時は自分の体をいかに手なずけるか使いこなすかっていうのが大事で、その体の欲求とか本能に振り回されてしまうとなかなか勉強する方向にいかないからね、まずはその仕組みをねしていくようにしていきましょう。そしたら、今短期プラン話したので長期プラン話していきたいと思います。そもそも暗記しようと思わなくても暗記できる人っているのね。そういう人ね、もう天才やって思うかもしれへんねんけど、天才というよりかはそれができる理由があるんねやんか。例えば新しいこうニュースを見た時、本を読んだ時、なんか新聞でなんか見た時、人から話聞いた時、それをすぐに忘れる人と記憶に留められる人との違いって何かって言ったら、今までの自分のその知ってることや知識のストックがいっぱいあると、それに紐づけて新しい知識を覚えることができるから、知ってることをどんどん増やしていったり、知らない概念をどんどん減らしていくようにすると、自然と暗記って楽になっていくのね。だから今全然やる気なかったとしても賢くなっていける方法、暗記力を上げていく方法って実はあって、例えばね、もうやる気なくてこうスマホバーって見てるとするやん。スマホでアニメ見てたり映画見てたり、なんかニュース見てたりネットサーフィンしてたりする時あるやんか。それはもう別にね、やってもいいねんけど、やった時にただぼーっと見るだけではなくって、なんかそうやって見てたらさ、1個か2個は知らない単語とか知らない考え方とか知らない知識って出てくると思うねんな。例えばその漫画とかアニメでも、医療系のアニメやったらめちゃめちゃ医療系に詳しくなるし、それがスポーツやったらそのスポーツに関してめちゃめちゃ詳しくなるわけやんか。だから自分が知らない考え方とか感覚とか、なんか自分の知らない世界がそういうものを見てた時に出てきたら、それに対して徹底的にこう調べてみたりとか、それを一冊のちっちゃいノートでもなんか用意してそこに書き溜めていくとかっていう風にすると、肌から見たらね、だらだらスマホを見てるだけの時間かもしれないけど、そういうのを毎日ちょっとでも続けていけば、例えば1日3つそういったことを知っていくと1年間で1000個知識が増えるってことになるんよね。だから自分が何か新しいことを知った時につなげることができる要素が1000個増えると、当然ね、自分が身につけられることって増えていくやんか。それがなかったら確かに暗記力ってどうしても上がっていかないし、
もうスマホって触る時間が長ければ長いほど脳の機能が低下していくっていうふうに言われてるけどね、やっぱただ触るだけだとそうなってしまうから、触ってしまったとしてもちょっとでもその自分の頭が良くなることをしていくっていうふうにすると、長期的に見れば自分のその新しい知識がどんどんこうひっついていく種ができるから、もうそういうふうにね、テレビを見たとしてもスマホ見たとしても誰かと遊びに行ったとしても、知らない言葉とか知らない考え方をちょっとでも減らしていくっていう風にしていくと、だんだん暗記しようと思わなくても自然と暗記できるようになっていくからね、ぜひやってみてもらいたいなと思います。やっぱさっきも言ったけど、その受験勉強って体が資本やからね、やっぱ自分の体のことをいかに知っていくか、仕組みを知っていくかっていうこともすごく受験勉強に密接に関わってくるから、すごくね大事なお話ができたんじゃないかなと思います。あと最後にその短期プランの中でちょっと言い忘れたんやけど、ドーパミンを上手に使っていく方法の一つとして、やっぱ体をちゃんと動かすっていうのが大事です。やっぱ人間の脳っていうのはもともと体をちゃんと正確に自分の意図通りに動かしていくために脳ってあるので、体をしっかり使っていかないとその機能衰えていっちゃうのね。だからしっかり体を動かして、その脳と体の連携をちゃんと取れてる状態っていうのをしっかり週に何回かは必ずウォーキングしたり、そのしっかり体を動かしていくことで自分の体が上手に扱えるようになってくるので、毎日できる限り運動したり体操したり体を動かしていくようにしていきましょう。ということで、今回はちょっと面白い質問をいただいたので、勉強したくないけど暗記したいというですね、質問にお答えさせていただきました。ぜひ実践していって、勉強しなくてもどんどん賢くなっていく人になっていきましょう。ということで、この動画を気に入ってくれたみんなはぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ということで、あなたは絶対合格できる。みんなで合格。岩しおりでした。バイバーイ。